おはようございます。今日は2017年9月の5日ですね。5日、4時43分です。よろしくお願いします。フォローありがとう。もしよかったら無料アイテムよろしくお願いします。マキシマムザ竹之介さん、風船ありがとう。無料アイテムよろしくお願いします。こんばんは。みのりさん、おはようございます。よろしくお願いします。おはよう。昨日の石のくだりはご存知ですか？いや、知らないです。なんかあったんですか？昨日石のくだりって、もしよかったら教えてください。なんだろう、なんかあった？石の寝てましたね。はい、グリベルさんは2。え、浅井さんのアパートから追い出された？ 浅井さんに知恵をくれババアって怒鳴り散らして追い出された？どこいんの？なんでそんなことになったの？え、何それ？ 何それ？タイムシフト残ってんの？何？何があったの？何それ？え、タイムシフト残ってんの？ 何それ？どこいんの、あいつ？路上？本気で言ってんの？え、それ昨日の何時ぐらい？本気？怒鳴ったから追い出されたわけじゃない。え、ちょ、教えて、詳しく。はい、おはようございます。風船ありがとう。路上に帰った？ 匠さんは2つ。いや、台本なんかないよ。何？どういうこと？全然わかんないんだけど。え？何それ？浅井さんが配信でリスナーから一種のディスを聞いて読み上げちゃったってこと？何それ？夜中？急に今出てってくれってなったの？浅井さんが出てってくれってなったの？え、石野は何？配信機材とか持ってんの？え、どういうこと？どういうこと？追い出せ的な？ちょっと待って、どういうこと？え、その後石野がブチ切れて、プチ暴れして、浅井さんに暴言吐いた。浅井さんが出てってくれって言ったの？浅井さんの枠で石のディスがやっぱすごくて、石野と浅井さんが悪と認識し、浅井さんが出てけって言ったの？ああ、延長チケットありがとう。もしよかったら無料アイテムください。何それ？ああ、ありがとう。そういうことね。要は、浅井さんと石野が同時に枠を開いてたか、もしくは浅井さんの枠で石野のクレームがすごかったと。で、
石野はイライラしてたと。でその石野がそれにイライラしちゃってぶち切れて、この血遅れババアみたいな暴言吐いてちょっと暴れたと。それで浅井さんが出てってくれってことか。かなりガチ切れ。なんだそれ。石野どうすんの。 YouTube に浅井さんどなしてる。どな、それ URL ごまだるきなこさんもらってもいい。マジで石野どうすんだよ。そうホームレスに戻っちゃったってこと。何それ。浅井さんから急に出てってくれって言われたからか。まあそれは切れるわな。いや、あのね、台本とかないからね。あの俺今起きたの。台本とかないよ。だって俺石野にまず連絡先を持ってないんだよ。みんな知ってると思うけど。なんだそれ。石野どこにいんの。どこにいんの石野は。え、あいつ放送はできんの。 URL 見るか。 YouTube 見てみますね。ちょ、俺も確認したいわそれ。ちょっと YouTube 見ます。え、何それ。どうすんだよ。せっかくうまくいきかけてたのにねえ。これがその問題の動画かな。どうすんだよ。そんなアンチに踊らされたって意味ねえじゃんな。これが問題のその動画。いやいやいや、まあ状況がわかんないから俺もちょっと確認したからコメントするよ。さすがに状況がわかんないのはね。なんだそれ。でもちょっとよくわかんねえな。ちょっと待ってね。何があったの一体。ちょっと待って、これがその動画なんでしょ。浅井さんが急に配信しててリスナーに感化された。浅井さんも調子悪いのかな。最初は冗談でしょみたいな。これこっからで大丈夫なの。これはもう荷造りしてんの。浅井さんの中は見てないからどんなコメント流れてる。誰か新宿今から来れる、ちょっと車出せる人いないですか。誰かちょっと真面目な話ちょっとお願いしますわ。どなたか車出せる人いたら DM ください。 Twitter から。お動画ぶち切れてる最中。石野どこにいんので。ちょっと待って、勝手に運ぶんじゃねえよ。そうじゃねえば、てめえが出てきてつったんだろう、ね、やるが。触んなよ、俺の荷物よ、ね、やるが、めんどくせえ。出て行けと言われるのは1から見るわ。てめえが出てけっつったんだよな。このまま人まだ運ばないよ。あ
ちょっと待って、言うと僕が悪くなるんですか。あ、切れてないね。で、実際悪いかどうか分かんないじゃないですか。リスナーが嘘ついてるかもしれないじゃないですか。いや、だからそれ決定権は私にあるんだから。いや、まあもちろんもちろんもちろん。だからそれは、はい、出てこなければ警察呼んで強制にしますよ。そしたら荷物どうしようかな。なんだこの状況。さあ、俺荷物どうすればいいですか。そしたら、有田に言うとシートかけて、それでその辺にシートかけておいておけばいいんじゃないですか。うん、ここに置かせておいてもらうことっていうのはできないですか。僕は出ていくんで、荷物だけこの押し入れに置かせておいてもらうことっていうのはできないですか。ダメですね。途中から急変したの。これは出てけって話終わってるところだよね。本物の知恵遅れだな。いや、だけど家がある方とない方はさ、どっちが知恵遅れか世間が判断します。配信の後、浅井さんの配信の枠の後ってこと。ああ、いや、だけど、はい、わかつ、荷物どうす、荷物をどうすればいいかな。そしたら下りはないのね。 PC を浅井さんが閉じて急になんか出てってくださいって言ったんだ。呼ぶ人呼んで待っててください。あの人みたいですか、山田さん。あ、はいはいはい。じゃあ隣で放送やってたってことね、浅井さんと一緒の。だからちょっと時間をいただけるんであれば。いや、ダメです。今まあ、いきなり今出てけばな。ちょっと、まあ、準備するんでちょっと待ってください。そしたら、じゃあ見てるんで出てください。ああ、2人でやってたんだ。まあでも大体分かったわ、リスナーさんのあのコメントで。ありがとう。要は2人で並んでおく。荷物を運ぶ手段もないんだよな。荷物マジどうすればいいですか。俺誰も頼む人とかいないんですけど。てかまず置く場所がないし。バカありがとう。この荷物を。やすひこさんありがとう。浅井さんもちょっと調子悪いんだよね最近。一般的に道路に出す。でそれで、シート100円ショップが買ってきて、2、3枚上に乗っける。それから厚い手のシートを買ってくるか、誰かにいただいてくるか、そういうことで上にかける。して、急連絡先を探して、それで。いや、この荷物を俺どこに置いとけばいいんですか。だから比較的言うと荷物が持つところとして、そこで NTT の前の、その、道路があるじゃないですか。 NTT の前じゃなくて、オペラシティの前の道路、そこは割と荷物持ちますから。家がある方とない方、どっちが J 遅れか世間が判断する。困っちゃうんですよね。あ、いきなり今出てけって言われても。いや、だからこれはみんな突然言われてるよ。だからもうしょうがない。あいきなり言われたって困っちゃうっすよ。そうじゃないよ。それは人の人生だ。私の人生に迷惑かけるの。出てってください。え、僕が浅井さんにどういう風に迷惑をかけた。みんなあなたの悪口を言ってる。え、リスナーが僕の悪口を言うと、それが浅井さんの迷惑になるんですか。そうですね。で、出ていかないといけなくなっちゃうんですか。そうです。これは一瞬切れるだろう。意味がわからんな。ちょっと待ってください。持ってくださいじゃないよ。ちょっとこれちょっと待ってて、コーヒー買ってきてもいいですか。ちょっと
和道さん、LINE 見て、LINE 来てないっすね。LINE は、いつも言ってるんですけど、LINE 来てない。あ、来た、今。はい。あ、電話かけてきてください。どうぞ。電話かけてきてください。電話どうぞ。ちょっと浅井さんも、まあ、西野が悪くないとか、だから何があったのか全然わかんねえよ。タイムシフト残ってたね。珍しく、一個だけ。スピーカーやめていただけます？ちょっと待ってて。もしもし？和道です。こんばんは。はい。はい。切ってますよ。はい。はい。はい。今ミュウツーの話ですか？はい。なんかやってるみたいですね。僕見てないんでわかんないですけど。はい、行けばいいんじゃないですかね。はい、ないっすね。はい、そうですね。はい、何がおっしゃりたいんですか？僕、仕事でやってるんですよ、放送を。で、あなたの個人的な意見を聞く場ではないんですね、ここ。何がおっしゃりたいんですか？分かってるって、僕仕事中なんですよ、今。で、スピーカーを切れとか、あなたの個人的な意見があるんだったらメールを送ってください。だからご意見とかメールを送ってください。僕仕事中なんで。わかります？あなたに割いてる時間ないんですよ。メール送っておきますんで。はい。僕のリスナーさんだっておっしゃいましたけど、僕基本的には放送つけてる時しか、リスナーさんのトツは受けてないんですよ。はい。で、あなたの声が放送に乗っからないのであれば、僕からあなたに言うこともないですし、ミュウツーの件は知らないです。はい、すいません。よろしくお願いします。ルールは守ってくださいね。なんでルール守れねえんだよ。あ、アイテムありがとさ、待たない。う。いや、じゃなくてちょっとだから、この量の荷物があるんで、これをどうにかしないといけあ、ない。ちょっとさ、飲み物買ってきてもいいですか、皆さん。ちょっとイライラしたわ、今。飲み物買ってくるわ。ちょっと待ってて。なんだ、ミュウツーがどうのこうのって。もつさん、なんかいる？だめ。
はい、ただいま。ネタじゃないらしいよ、この動画は。じゃあちょっと浅井さん、荷物運ぶの手伝ってもらっていいですか。うん、下まで運ぶんですか。下までって、じゃあ俺この荷物どこに持ってけばいいんですか。だから100円ショップに行ってシート買ってきて、差し当たって外に並べとけばいいです。外に、もう勘弁して、ちょっと和藤さんと連絡取ります、今。俺 LINE やってないんで、ちょっと和道さんと連絡取れますか。ちょっと私の電話じゃダメですよ。いやだ、俺 LINE やってないんですよ。あの人電話も持ってないでしょ。で今突然出ていけって言われたって、この量の荷物があってね、俺動けないんですよ。いきなり出てけって言われたって。大丈夫だよ。あ、もしよかったら無料アイテムください。うんと、じゃあ荷物出しますから一緒に。よかったら無料アイテムください。まあちょっとな、よくわかんねえな、これ。よくわかんねえな。もしよかったら、あのチョコレートとかメガネとか、あの無料アイテムいただけると、あの延長チケット手に入るんで、よろしくお願いします。これ箱に入ってるのはそのまま出していいですか。てか箱に入りそうなものはそれを置いとく。でね、俺これ荷物どうすれば、だって外に荷物を置いとくわけにいかないでしょ、道路に。僕が出ていくだけじゃダメなんですか。あ、ダメです。だからそれ4時に撤去は来ないから大丈夫です。和道にも怒ってる。多分それはないと思うよ。よく遊びに来るし、だって一昨日も来たんだよ。あ、ブックカバーなんだ、チョコじゃないんだ。いやー、よくわかんねえな。いきなりすぎるだろう。追い出されたって言われて、えってなって今確認してる。なんだっけ、1が出ていけで、2がブチ切れで、3がなんだっけ、3はなんつったっけ。3はなんだ、3は出てったの。連絡がつかないっていうかね、俺 LINE しかやってないんだよ。いや電話知らないんだよ、だから連絡先知らないの俺。3は殴るぞって言ったの。俺には多分切れてないと思うよ。ブチ切れしかない、石野だね。何なんだろう、何があったんだ。だって浅井さんがこんなになってるの俺見たことないよ。浅井さんが出てけって言ってるの見たことないもん。何があったの。まあいいや、これはとりあえず終わって2行くよ。じゃあ2、これかな。あ、下に出たら、だまだ出ねえといけねえだろ。他にもあんだろ、このやつは。書きに行けばいいし、ぶち切れか。てめえが買ってこいじゃん。下まで行ったら、てめえが買ってこい。
鍵をじゃあめんどくせえもんねやるな。持って行ってそれから買いに行くんだよ。で石野が切れたわけだ。あいつは外配信できるんだよね。てめえが出てけっつったんだろ。大丈夫じゃねえんだバカ野郎。じゃあ私もっと降りるの。何言われたのか分かんねえな浅井さんが。あ、山下拓郎さんいらっしゃい。金ないのにビール飲んで配信してるから追い出された。あ、働かないから。あー、ありがとね、リカちゃん。おやすみ。いや、何があったんだ。ちょっと、浅井さんに何があったのか聞かねえと分かんねえよな。おう。喋るんじゃねえよ、俺やっぱ、めんどくせえ。で ?3 の動画は家賃は払ってなかったでしょ。お金なかったから、石野は。修復は難しいかもね。まあでも石野もね困っちゃうもんね、急に出てけって言われたら。浅井さんに興味本位で言ってないかんね。よ、それは間違いだよ。浅井さんは、俺がやりなよじゃなくて、浅井さんが始めてたんだよ。もともと YouTube も、ふわっちもやってたんだよ。あ、終わったか。まあ、わかったわ。大体事情わかったわ。ありがとう、リスナーさん。大体わかった。うん。ああ、なるほどね。ああ、そうなんだ。西間さん、ありがとう。ああ、花火投げないやつはコメントすんなとか暴言吐いてるのを浅井さんが見たんだね。で、リスナーさんから聞いて、出てけってなったんだ。石野探しに行くわ。配信教えてもらったっていうよりも、俺が配信ふわっちでやってるのを知ってて、で浅井さんもやってみなよって周りから言われて始めてたの。だから俺が知らない間に始めてて、その後教えたりはしたよ。ポイントの延長の仕方とかアイテムの課金の仕方とか教えたけど、始めたのはもともと浅井さんの意思だよ。なるほど。あ、もし無料延長チケットを欲しいんで、アイテム余ってる人がいたらメガネとかください。メガネとかしおりとかお願いします。余ってるアイテムいただけると嬉しいです。あ、まあ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 近い存在ではあるよ、俺も石野マーサイさんも。あ、そういうことだったんだ。フォローありがとう。アイテム揃いました。ありがとう。じゃんじゃんください。無料のアイテム。
メガネが足りないな。メガネとなんだ、ボンドが足りないですね。メガネとボンドください。石野どこいんだ、全然知らなかったな。え、これ何時ぐらいの話なんだろう。もうこれこっから結構時間経ってるよね多分。あ、しおりなんだ。しおりとメガネが足りないんで、もしよかったらしおりとメガネください。しおりが足りないっすね。ちょっとなんか探しに行く、探しに行く。まあ評判悪いのは知ってるんだけどね。連絡手段はツイッターの DM ぐらいしかないな。ツイッターの DM ぐらいしかないな。 DM 送っておくか。DM 送っとくか、とりあえず。昨日の夕方6時くらいか。ってことはもう12時間経ってるのか。所持金は持ってそうだった？所持金持ってる感じだったかな。アイテム持ってたかな。大丈夫かな。警察、浅井さんが邪悪で警察来て石野と下で話してる。あのね、通報が入ったのかもしれないんだよね。なんでかっていうと、あの石野がさ、あの家バレとか電話番号バレたくないからって言ってたじゃん。俺がリアトする時、家バレしたくないんで、あのちょっとカメラ伏せてくださいって。でラジオ配信で俺向かったんだよ。だけど浅井さん自分の住所と電話番号思いっきり晒してるのよ、ふわっちのプロフィールだか自分のホームページだかで。だから意味ないっていうのは、一緒にあえて言わなかったんだけど、意味ないのは分かってたんだけど、それ通報入ったのかもね、警察とかに。もしかしたら所持金5万ぐらいあんなら、まあどっかにねいることは可能だろうけど、ちょっと心配だね。あーどうもどうも。あ、風船100個ありがとうね。アイテムありがとう。俺は眠くない？今起きたばっかりだから。寝起きで放送雑談やろうと思って起きたら、あのいきなりねこんなことがあって、え、どういうこと？と思ってちょっとびっくりしてるんだけど。あ、探しに行く？思い当たるところは、だから前ホームレスやってた場所とか思い当たるところはあるけど、でもまあいきなりね出てけって言われたらね、ちょっとびっくりしちゃうよな。一体どうなってんのってなるよな。お金はあんのかな。まあ多分急にねどうにかなるってことはないだろうけど、ほら頼る場所がないから石野は。まあ石野が浅井さんが急にさ、こんなねこと言うのもよくわかんないし、どうなってんだろう。荷物多いだろうね。どうするんだろう。石野のこと、いやいや知ってる知ってる、もう付き合い長いよ石野と浅井さんは。浅井さんと石野は付き合い長いっすよ。5万もあれば大丈夫、通報なら留置ワンチャンある。家賃払ってないクソ野郎をなぜそこまで擁護する。偽善って何？よくわかんないんだけど、リスナーのお家にいんのかな。じゃあ大丈夫かな、遠くには行ってないと俺も思うんだけどね。だけど満喫とか泊まれないよね。家賃がもともと払えなくて、その浅井さんの家にお世話になることになったんだけど、浅井さんの仕事とか手伝ってたんだよ。マジか。台本かどうかは知りません、僕は知りません。
ていうか台本なんかないよ、配信者のやり取りで。そうそう、缶拾い、缶拾いの仕分けとか手伝ってたね。リスナーの家にいなかったら配信して管巻いてると思うから、逆に安全な場所。友達なら石野さんを助けてください。お前すっぽんでろよ。お前自分で助けることもできないのに人に何かを命令するのは間違ってると思うよ。台本じゃないよ。もしくは通報入って住所ないからリュウジワンちゃん。いやないでしょ、何も悪いことやってないんだから。何も悪いことやってないんだから捕まる要素はないと思うけど。すげえことになってんな。暴言で留置はありえないね。別枠で新宿で見たっていう情報もあったから定かではない。新宿だろうね。新宿で見たっていうのはまあまああり得るかな。ホームレスやってる配信者の方から新宿で一種のを探してた。いやいやいや、そんなんで捕まったりは絶対ないです、ないです。連絡取れないとこれがあるからな。宝島とかにいる可能性はあるんだけど荷物が多いからそこなんだよね。ワンカップうざい。お前コメント打つな。可能だよ、全然可能、可能、全然可能だよ。ただ石野と連絡つかない限りね、どうしようもないからさ。とりあえず探しに行くじゃん、みんな探しに行こうか。のんちゃん、のんちゃん着替えて。のんちゃんは、のんちゃん石野心配じゃねえのかよ、親友だろ。浅井さんの枠で警察が来た。とりあえずちょっと浅井さんに電話してみっかな。わかんない、荷物は結構多かったよ。DM 送っといた。あ、ロッカーか。まあ、心当たりある場所は一箇所だけあるかな、路上だったら。ちょっと浅井さんに電話するわ。あ、いやいや、ありがとうっていうか、ね、教えてくれてありがとう。浅井さん。和道さんとも縁切るって、え、誰が言ってたの？生産出ないな。じゃあとりあえず外配信の準備すっか。浅井さんだ。あ、浅井さん、おはようございます。おはよう浅井さん。あ、ごめんね夜中に。のんちゃん。うん、のんちゃんじゃなくて和道だけど。え、和道です、和道。ああ、いや、のんちゃんかと思った。のんちゃんじゃないよ。あれ、これは私、これは私、それは浅井さんだよ。の、もしもし。もしもし、おはようございます。響いてるのはのんちゃんですか、私ですか。え、のんちゃんは喋ってないよ。え、のんちゃん喋ってない？喋ってない。あれ、のんちゃんが聞こえたよ。のんちゃんの声聞こえた？いや、あのさ、石野と喧嘩したの？何があったの？なんか、え、石野さん？うん。いや、あのね、なんかね、あの、あれだよ。その、和道さん、私のところの YouTube に和道さんの YouTube がくっついてるけれどもね。あれって取り払った方がいいんじゃないかと思うんだけど、取り払えないでしょうか。あ、できるよ、できるよ。できるよ、全然。あ、そう？うん。じゃあ取り払ってもらって、あと、なんかこの前ね、言い忘れたんだけどね。その、あれ、映画。映画を撮れば、あの、カビ色は撮れるんだけど。いや、映画撮るけど、ちょっと待ってね。映画撮る話はいいんだけど、
あさりさん、オッケーオッケー。その辺の話はちゃんとするんだけど、ね、あさりさんさ、リスナーさんさから聞いたんだけど、リスナーさんから聞いたんだけど、石野どうなった？石野？石野、何そうがあっだたの？ね。いや、なんか、あれだよ、家にいんの今、浅井さん。会える？今から。いや、家にいないよ。だって、あ、浅で井さん、浅ももう井さん、ね、昨浅井さ日ね、ん、浅井さん、警察来たよ。警察？警察来てね、私が呼んだんじゃない、リスナーさんが呼んだよ。警察来て、それであれだよ。うちにいないか確認して、で、それから、外で話してたよ。あ、警察と？そう。え、な、な、な、何があったの？急に出てけって。いや、リスナーさんがね、和道さんと、で、それから、石野さんと絶交しろって、それがみんなの意見となったんだよね。なるほど、なるほど。で、要はリスナーさんから和道と石野と絶交しろって言われて、それで出てけって話になったの？いや、どう、あの、その、だってコメントがさ、なんかね、そりゃ、大勢の意見になって、みんなそういうふうに言ったんだよ。なるほど、なる言っほて、ど。それでね、私もそうはもっともだと思ったよ。あなたとその篠さんと絶交するのは。ああ、そうなんだ。じゃあ、俺とも絶交するのね。え？俺とも絶交するのね。いや、だけどあれだよ。いや、保留にしてあるから、だからね。まずあれをさ、YouTube に消してもらいたいな今消と思したよ、の。消したよ。YouTube 消した。そう？俺とは絶交すんの？いや、だから昨日私、あれだよ。結局、ちょっとかわいそうなのはね、石野のお母さんか。だからなんか、お母さんと喋りたいなと思うけれども、もうこうとなってお母さんの電話がわからないからね。どうすることも、だから。浅井さん、今どこいんの？今度ね、石野に会ったら、お母さんの電話番号聞いといて、そしたらね、もし、それか、かけて、それでやったら、石野がまた心な。配だから、俺今から探しに行こうと思うんだけど、どっか心当たりある？どこいるかどうか。捕まったりしてんの？警察とかに。捕まってないよ、きっと。捕まってないよね。大丈夫だよね。だって、あれ、捕まえたんだったらさ、連絡来るよ。だから、捕まえてないと思う。捕まえてない。だよね。だで、から、多分、喋って大声出したの、厳重注意で終わったんだよ。多分そうだろうね。まあいいや、俺、石野探しに行くわ。大体分かったわ。俺とは絶交すんので。いや、ちょっと今、こう、空き家に向かってて、時間が遅れると、えらいことになるんで、みんな待ってるから、時間通り走んなきゃね、すいませんでした。だから、いや、石野さんの、お母さんの名前、電話聞いといて。いや、聞いといてって言ったら、絶交したんだったらもう関わんない方がいいでしょいや、だからね、和道さんとあなたはセットだから。和道さんとあなただから、そう、だからね、セットといえばおかしいけど、一人の人間だよ。だから、あれだ、やっぱりあれだ。探しに行くだから、お母さんの電話が必要なんだよ。いや、お母さんと話すとまたこじれるから、浅井さんと石野のお母さんは電話でつながないよ、俺は。もう石野、だって石野家、のお母さんと？石野のお母さんと浅井さんが話してもな。そう、もしそれしたらあれだよ。リスナーさんとこじれたのも全部治るよ。いや、リスナーさんとこじれたんじゃなくて、浅井さんが出てけって言っいたや、んじゃん。だから、それで、お願いします。お母さんのいや、電話です。いやいや、お母さんいや、ちょっとは、今、秋田の現場に到達したから、ちょっとあれだよ。くれぐれもよろしくお願いします。石野さんのお母さんの電話。はい。
あ、だからダメだよ。俺、繋がないよ、石野のお母さんと。はい、今もうやらなきゃ。はい、繋がないかね、繋がないかね。これで、みんな待ってるんで、しょうがないし、すいません。お母さん紹介、お母さん紹介しないよ。役目は全部外さなきゃね、すいませんね、すいません。お母さん、お母さん紹介しないかね。うん。ちょっと。ちょっと。ちょっと。めちゃくちゃだよ。え？何それ？どういうこと？いや俺も理解できないよ。どういうこと？それは石野ぶち切れるでしょ。とりあえず石野探しに行こう。ルシさん放送お疲れ様、ありがとう、花火ありがとう。ちょっと今から石野探しに行こう。探しに行くか。いや誰もね理解できないよね。あ、どうもお疲れ様です。ちょっと、いくらなんでもね、いきなり出てけってなってさ、まあ、暴言吐いたのは良くないけど、まあ、戻るのはないと思うね、俺も。あんだけ切れてたから。でも、一種の生活できないよ。まあ、理解できる。外配信行くで OK ですか、皆さん。外配信と雑談、どっちがいい？俺は一種の探しに行きたいんだけど。どうすればいい？石野探しに行く感じで OK？ いや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 、さすがに探しに行かないとさ。うん、あ、風船ありがとう、どれさん。あ、どれしげさん。外でいい？いや、捕まえてっていうか、捕まえてって、ポケモンじゃねえんだからよ。お前ら、うん、いやいや、探しに行くよ。うん。じゃあ皆さんフォローよろしくお願いします。あと無料アイテム、いや見つかるかどうかわかんないよ。心当たりは一箇所だけあるけど。そうそう、行く当てがない人をいきなり追い出したわけだから。スケボーで行きません。のんちゃん準備できた？オッケー。なんだこれ、本当に。風船10個ありがとう。じゃあもし次枠見てくれる人フォローしてください。ちょっと一回あれだよ。電波切り替えるから、一回落ちるよ。フォローよろしくお願いします。フォローよろしく。あ、アイテムありがとう。もしよかったらお気持ちでアイテムいただけると嬉しいです。アイテムよろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。次枠見てくれる人は。ちょっと医師の探しに行きますね、僕。なんかめちゃくちゃ流れだな、本当に。フォローありがとう。次枠行きますか。風船ありがとう。いや、カオスだよ。寝起きでこんな状況になってると思わなかったもん。風船ありがとう。もしよかったら無料アイテムください。無料アイテム足りないのが、メガネかな。メガネが一番少ない。ちょっと行ってくるか、じゃあ。フォローありがとう。じゃあ次役行きます。心当たりある場所は1個だけあるから。お疲れ。いや、一緒に行くんだよ、放送回すよ。フォローよろしくお願いします。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。